さあそれではコーナーいきましょう,うわっびっくりしたピクニック <laughs> <laughs> 平和だね随分えんびっくりしたこと募集し上げています太田さんうんこ漏らしこんばんは、うん、まだ今年はまだ漏らしてないですね荒沢医師荒沢 <laughs>、うん、医師、はい。ラジオネーム横田と申します医者、うんうん、さん 毎週楽しみにポッドキャストで配置をしています。はい、昨年の11月のことですが、うん、地元警察から救急車に乗って事件現場に来てほしいと連絡がありました。あら。うあまりそういう要請はないのですが、うん、すぐ救急車が迎えに来たため、吹雪の中出発しました。うんはい、どうやら刺された人がいて、おうおう詳細は警察もわからないけど、とりあえず来てほしいと。うん いい加減な連絡で。しかも、現場に犯人がいるのか逃走しているのか、うん、警察が到着しているのかさえわからない状態でした。もしかしたら俺も、やられるかもしれない。まあちょっと怖いよね。確かにね。と、不安な気持ちのまま現場に到着すると、お店の中に刃物で刺された、血まみれの被害者と、警察にガムテープでぐるぐる巻きにされた、 生犯人と生狂気がありました。ガムテープでぐるぐる巻 <laughs> きされるのええ。暴れたんですかね。ね床は血の海。ええー、で、まるでドラマのシーンのような光景と、たった今人を刺したばかりの異様な雰囲気を放つ犯人に圧倒されながら、そりゃあすごいわ。被害者を救急、 搬送し、うん、無事一命は取り留められました。ああ、よかったね。何がありがとうね。この地域では実に半世紀ぶりの殺人未遂事件だったとのことです。<ー>すごいね、こういう。これはびっくりするな。さすがにね、お医者さんといえども。それだって一生のうち経験する人はほぼ少ないわけでしょ、ね、そこまでの現場はね。きついでしょうね。やっぱ血を見るのは、 慣れてるとは言っい。とはいえ、やっぱその状況はね。しかも犯人もいるっていうのがまたすごいじゃん。しかもガムテープでぐるぐる。ま、そこはいいけどさ、別に。しかもってことはない。雪も、雪も、雪は真っ白な。いやいや、そこは別に劇的にする必要ないけどね。なんかでも、赤か白。赤か白かってなるンダーみたいな。赤と黒。赤と黒じゃないか岩崎よしみ。岩崎よしみ。デビュー曲だよ。 赤と黒聞いたわそれ言ったらさっき赤と白うん紅白んなんだよちょっと今ね見失ってんのっどこまで読んだかなとあどこまで読んだかね行が分かんなくなっちゃったえええしばらくその店は閉まっていたのですがそれから約1か月後たまたまそのお店の前を通るとわあびっくり今度はお店の玄関にスリップした車が突っ込んでいましたうそ えこんな不運なこともあるもんだなあ怖いなあと思っていると、またびっくり。<laughs> ああつい先日、ああああ自分がそのお店の目の前の道で、自動車同士の衝突事故に遭ってしまいました。え自分があったの怖すぎてもうその道路は通りたくありません。いや、本当だね。すごいね。重なることってあるものなんですね。すごいね。うんこ漏らしも、大事な片玉まで失わぬよう、<laughs> ご注意ください。医者なんだから、もうちょっと考える。失礼いたします。言うこと考える医者なんだから。<laughs> ネタにするんじゃねえよ。<laughs> ねえ。いや、だけどびっくりするよな。その状況で、ね、その後、の車がそこに、お店の人が突っ込んじゃって。災難でしたね。ね まあ今年はねいいことあると思います。本当そうなってほしいですよね。太田さんたわしと思って握ったら全部ミミズだった人。いやそれはないですよ。だからミミズの塊です。いやいやたわしかなと思ったわしとは思わないし。たわしとは思わない。丸くこう塊でいたんですよ。たふとたわしだと思って皿洗おうとしたらぐにゃってなって。うわミミズが群衆でいたみたいな。 初投稿みっこみっこみっこちゃんと申します、うん、僕は現在24歳サラリーマンをしています、うん、そんな僕は大学生の頃のびっくりした出来事を話します、うん、僕の大学は大阪にあり通学で難波を通らなければなりませんでした難、うんうん、波の街の一部には俗に言うホームレスがいて道路のそばで寝ていたりお酒を飲んでいたりしていますうんうん、うん 毎日通学や家に帰るときにホームレスの方々のそばをよく通っていました。うん、その中で僕が密かにぐしけんさんと名付けていた方がいました。ぐしけんさんはその名の通り、うん、チリチリのパーマがかかったような髪型で、うんうん、おひげと髪が,髪が一体化している、うん、初、はいはい、老のおじ様でした。うん その見た目から愚子賢さんと呼ぶようになったのですが、街、うん、の中にいる多くのホームレスさんの中で、うん、特に愚子賢さんを意識するようになったのには理由があります。はい。それは愚子賢さんの勤勉さでした。勤勉さ、はい、ホームレスの方々はいつも半裸でお酒を飲んでいる人、常に寝ている人が多い中で、愚子賢さんはどんな時でも、うん、空き缶を拾っている姿しか見なかったんです。はい。時には地下街を、時には路上を、うん、時には公園を、 晴れの日も雨の日も、具志堅さんはいつも空き缶を拾っており、片手にはその努力の成果とも言える缶の入った大きなビニール袋が握られておりました。おそらくその空き缶を売ることで、生活のお金を手に入れていたのでしょう。そんな具志堅さんを見るたびに、どうしてこんな努力家の人がホームレスさんになったんだろうと。疑問を抱くと同時に、僕も毎日、 コツコツ頑張らなくてはいけないなと思い、ぐしけんさんの姿に胸を打たれていました。そんなある日、僕にはびっくりした出来事が起きました。大学生だった僕はよくボーリングに行っていたのですが、その日も友達とナンバーのそばのボーリング場でボーリングをすることになりました。その日、集合時間よりも少し早めにボーリング場に着いてしまいました。 僕は友達を探しましたが、と、当然友達の姿はありませんでした。そこで僕は時間を潰すために、下の階にあるゲームセンターをブラブラすることにしました。大体のボーリング場には、ゲームセンターを併設しており、コインゲームや UFO キャッチャーといったゲームがあります。そこのボーリング場は、ゲームセンターも充実しており、いろんな機種のゲームがあり、見ているだけでも飽きません。特にゲームをするでもなく、何気なくブラブラと、ゲームセンターを、 ぶらつきながら時間をつ潰しているとその一角に何やら人だまりがあるありませんか何事だろうと僕は人をかき分けてその先を見るとわあびっくりなんとそこにはリズミカルに太鼓の達人というゲームで太鼓を叩く具志堅さんありましたはあ。しかも上手いという日じゃなく 神がかったプレイなんです。お<う>プレイうん、なんそんな挟んだ <laughs> そんなプレイをする具ケンさんを見るために、ため<う>に観客たちがそこに集まっていたのです。へ<ー>おそらく空き缶を集めていたのはこのゲームを行うためだったんです。はあ<ー>。でなければあんな高得点、カッコパーフェクトを出せるはずがありません。<う> <laughs> すごいね。練習に一体いくら使ったのか、うん、想像するだけでも相当な金額だと思います。うん、観客の声援の中、目にも見えない速さで上から流れてくるリズムのバーを、うん、リズムよく太鼓を叩く初老の具志堅さん、うん、軽く汗を流しながら懸命に太鼓を叩く具志堅さんを見て、うんうんうん 僕の気持ちを返せと思いながら <laughs> その場を後にしました<ー>働きだし難波には行くことは少なくなったんですがおそらく今も具志堅さんはゲームセンターに通い詰めていることでしょう採用されましたら大学時代に電車の中で起こったはびっくりしたことをメールさせていただこうと思います、うん、多分失礼いたしました <laughs> すっげえなでももしかしたらもとその太鼓とかやってたかあるいはドラマとかさ そういう仕事をしてた人かもしんないよね。うん、どうだよね。ね。トントンってやってる場合じゃないだろうっていう<ー>ことなんでしょうけどね。でもそんだけ人だかりが太鼓の達人だけは本当わかんないね、俺。だったら太鼓叩けよそんなにうまいんだったら、<laughs> 本当の太鼓叩きゃいいじゃんって思う。<laughs> <laughs> やったことないんだよね、太鼓の達人って。 でもだから、それは、でもゲームとして、その、パーフェクトかどうかっていうのをい,いや、そうだけど、もう、すでに、もう本当にあなた、本物叩くぐらいのレベルですよって思うんだよね。<笑><笑>きっともう本物もいけますよ、それ、そこまでいっちゃったらっていうこと。<laughs> うん、ねえ。一時期でもあの辺流行ったね、ダンスダンスレボリューション、ね。ダンスダンスレボリューションもそうですよね。ね本当にダンスがうまくなきゃあれだからね。サイン会に行かせた、あ サイン会に行かせていただきます。ネーム、笹山中浦本田、芝城。待ってるよ。太田さん、松野さん、こんばんは。松野さんじゃねえよ、俺。な、誰田中さん。成人の日の昨日の夕方、昨日ね、成人式でしたけど僕は家族と共にまったりと大相撲中継を見ていました。土俵上の熱戦もさることながら、 前日に亀田、亀田和樹選手が。ともきね。うん。ともき、亀田智樹。弟ね。亀田智樹選手が。来ていたということもあり。今日も誰かいないかなと。客席を注目していると、兄が。初角や千歳がいる。あ嘘。ちょっと待って。さっき出たよな一回、初角や千歳の話題。初角や千歳がいる。ええ。と。 画面を指さしました。うん、意外な名前に湧き立つ家族。うん、ただ、実は僕はこれまでにも、千歳師匠が何度か、うん、大相撲中継に映り込んでいるのを見たことがあるので、さほどテンションは上がらなかったのですが、うんうん、一応兄の指す方向を見てみました。すると、わ、びっくり。濃いめのサングラスに、派手なジャケット、そしてアフロの大きなカツラ。うん、なんと、千歳師匠は、プライベートにもかかわらず、うん 今にも演芸場に立ちそうな舞台仕様のフル装備ファッションで堂々と座っていたんです最近見ないですからね『少生、ね、も過去に観戦に来ていた時は全く普通の服装だったので、うん、普通の服装で分かるってのもすごいけど、うん、本当にびっくりでした、うん、今年は新春の演芸番組に一本も呼ばれていなかったので、うん、変な気合いが入ってしまったのでしょうか、うん その余計すぎる存在感は圧巻でした、うんはあ、この日の放送が千歳ょうの今年の最後のテレビ出演にならないように <laughs> 心からお祈りしています初閣 <laughs> <laughs> や千歳さんをテレビでへ,いへ,いへいねしかもその大相撲中継の客席にいるのぐらいで分かるって相当だよね今の若い子はもちろん分かんないしね分かんないだろうな、ねはあ、分かるかな分かんねだろうな分かんねだろうな ラジオネームファンタスティック原田、うん、太田さん僕に感謝してくれた優しい人コンバするかよ気持ち悪いこと言うなよお前は <laughs> 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 なんだよこれは昨年6月のスペシャルウィークの全国ラジオ番組全国のラジオ番組に投稿しようスペシャルでも紹介させていただいた有吉弘之さんがパーソナリティを務める、うん、有吉弘之のサンデーナイトドリーマーの、うん、での話です、うん この番組は昨年月替わりでアシスタントを変えていたのですが、うん、2012年はアシスタントを固定しようということで、うん、2011年1月から11月までにアシスタントを担当した11組で、うん、リスナー投票を行い、うんうん、1>, 1位になった人を2012年のアシスタントにすることになりました。ほうほうなるほどね。 そしてその投票数は、複数投票 OK だったとはいえ、なんと全部で、4万票の、すごい四 !4 万票何それ何なのこれすごいね。4万票の投票が集まりました。有吉今、乗ってるなそれで1位に輝いたのは、 キングオブコントの決勝8組に残ったトップリードや、うん、ザ・マンザイの決勝16組に残ったアルコピースを抑え、うん、なんと、うん、デンジャラスの安田さんと、<laughs> <laughs> 家賃残って。<laughs> アシスタントってお前、どんだけ後輩,後輩のアシスタントのやつしかも、安田さんの投票数は13,365票と、<laughs> とんでもない数でした。 <laughs> 何なんだろうねしかし有吉さんはその結果を聞いて安田さんのアシスタント期間は2ヶ月だけだと言ったのです <laughs> <laughs> しかもその理由を聞いてはびっくり、うん、この番組は <laughs> 日曜夜8時からの生放送なんですが、うん、有吉さん曰く、うん デンジャラスというコンビは営業芸人で、うん、収入の大半を営業で稼いでいるので、うん、もし安田さんを1年間レギュラーにした場合、うん、日曜日の地方営業に行けなくなり、今年結婚を控えた安田さんの収入が減って、うん、生活できなくなることを心配した有吉さんの優しさによる理由だったのです。そんな営業言ってんのかな、ねえ 普通ラジオのレ,レギュラーが決まったら、誰しも喜ぶと思うのですが、うん、レギュラーになったら逆に収入が減ってしまうと心配されて、うん、レギュラーの座を剥奪されたなんて話を聞いたのは初めてだったので、僕はびっくりするとともに、笑いが止まりませんでした。うんうん、ちなみにこの番組の今年初めての生放送は1月15日なんですが、うん、その日の安田さんのスケジュールはすでに、 営業でいっぱいらしく、ラジオ出演できないそうです、とああ、そうなのなんだそれ何やの営業も、ねね。すごいね、で今営業少ないでしょうからね。全然。全然。そうだよね。オバマブームってわけでもねえからな、今や。でもまた今年、あれか、アメリカ選挙があるから、 今年暮れですけどもね<え>後半ですけどねほんでもまたもしかしたらちょっとまたオバマやるかもしれないねラジオネーム勝手に親近感、うん、太田さん田中さん原ちゃんこんばんはん <laughs> 実は先週のカウボーイの放送の中で僕がびっくりしたことがあったので書きたいと思います、うん、僕はカウボーイリスナー歴を今年で4年目になります、うん、これだけ聞いていればスタッフのん さんの名前も覚えていたりします。ですが、先週放送のネタの中に、学校の授業で先生の精子を顕微鏡で見たという投稿があり、スタッフの原ちゃんも全く同じ経験があると分かり、田中さんが原ちゃんを呼んで、原ちゃんが喋った時は、びっくり。何原ちゃんって女の人だったああそっかええ僕はずっと原ちゃんは、痩せ型でメガネの男の人だと勘違いしていました。 4年も聞いていますがそんなことも知らなかった <laughs> 自分にもびっくりですそうかハちゃんのことを特に女だ女って説明とかはとただ昔から聞いてる人は知ってる人はいっぱいいるんだよそれはミスター,ーであんあんで,あん,であんあんで読者モデルやってたんですかで読者モデルじゃないですよ <laughs> インタビュー受けてゴルフ好き今ゴルフ若い頃からスタッフ特集で。 ね。そう、あの、昨スタッフ特集っていうか、その、ゴルフ好きの女の子でインタビュー受けたって、あ、うんあん乗ったよ、原ちゃんがっつって、ね、そんな話もして、だから、女の子だっていうのを知っている人は、知ってるはずなんだけどね。うん、なかなか書きましたが、うん、僕の中で現在の原ちゃんは、ぽっちゃりで T シャツにジーパン。 芸能人で言えば、博士太郎さんです。全然違う。全然違う。違ってたらすいません。ご結婚おめでとうございます。あ原ちゃん TBS1 の。ちゃんはね、誰に似てるって言われるんだっけ誰似てんだっけ原ちゃんって。あの、奥井香り。奥い香りはわかるね。奥井香り似てるかもしれないね。大島大島さと大島里子ね。あの、2011年。 最もテレビに映った女性タレント、大島里子。そうなのはい。一位、男は有吉でしょうん。ね。俺、大島里子なんて言ったびっくりしな見てないびっくりでしょあのー、MX だからテレ東テレ東か、テレ東で帯でやってて。 レディソーやってるのそうやってて。で、他にもなんか、帯、なんかやっぱテレ東かなんかでやってて。そうなのびっくりした。1位なんだよ。ベッキーとかより抑えて、1位が大島と子さんなんですよ。タモリさんよりもタモリさんよりも。タモリさんはベストデーにも入ってないんだよね。え、あんだけ帯や、どっやってるんだあれ1時間だからね。多分レディソーって1時間半るのかな。あ、そうなの知らないよ。あ、でも1時間か、あれ。わかんないんだけど、なんか結構それはあるんだよね。 ハラちゃんはちなみにあの女の子でえっとこの間結婚しましたけどもこの間の新年会のあとカラオケにみんなで行った時もベロンベロンに酔っ払って記憶なくしたらしい <laughs> 体傷だらけえ体あざだらけでえ俺ちょっと先に帰ってそんな酔っ払ってんのは見てないんですけどあのスタッフにあの家までもう一人じゃどうにもなんないんで送ってもらって で、えー、大騒ぎをしたらしく、家帰る時に、あの、旦那、風邪ひいてたのに、こ起こして、うん、で、開けろって言って、うん、で、近所の人が、心配で見に来たらしいから。<laughs> もうどうしようもないね、もう,どうしう。うもないですよ、これ。ふ <laughs>、えー、叫ぶ人だよね。奥さんまた叫んでるわよ、<laughs> ね、<laughs> 結婚したばっかなんでしょうな、ね、<laughs> <laughs> 大騒ぎしてんの、ね、よ、言われてますよ、多分。 ラジオネーム、撤収リセット。うん、太大田さん、カニカマ、こんばんは。はい。なんでカニカマオカマのカニだからだろう。<laughs> <laughs> どっちでもない、ね、<laughs> 一つも合ってないんだよ。去年の秋頃、一人で留守番をしていたら電話がかかってきました。うん。電話を取ると、北海道にある海産物、物店、物店の業者からでした。うん、内容は、 今までご利用されたお客様に昆布を無料で差し上げます。うん、お客様の住所は○○でよろしいですか、うん、と聞かれました。<う>なんで住所を知ってるんだろうと不思議に思いましたが、適当に合図を売ってました。うん、その後、今ならゾワイガニセットを特別に1万500円で販売しています。うん、こちらはいかがですか、うん、と聞かれたので、うん、いらないですと答えようとしたその瞬間に電話が切れました。 <laughs> 一体この業者は何がしたいんだと疑問に思ったのでヤホーチェブク袋を見てみたらヤフーチェブク袋を見てみたらわあびっくりなんと僕と同じような経験をした人の質問がいくつかあったのですそうなんだそのベストアンサーを見てみるとこれはカニカニ詐欺というものでカニカニ詐欺はい 俺、俺詐欺じゃなくて。うん。カニ、カニ詐欺。うん。カニを。いやいやいや、わかる、わかりますよ。カニ、カニ詐欺。カニだよ、カニだよ。いや、俺だよ、カニだよそうじゃねえよ。カニだよと言ったらカニを信用しないの。今事故っちゃってさ。カニカニなのあなた本当にカニなのあなたそんな。俺だよ、カニだよ、俺だよ。カニだよ、どっちなのえー、相手に無理やりカニを押し付け。 代金を支払わせれる手口だそうです。カニは生物でクーリングオフできないので、間違って代金を支払ってしまうと返品ができないようです。僕は家族全員に、うん、変な業者からカニが届いても、絶対受け取らないでと言いました。うんうん、それからいつカニが届くか、ビクビクしていましたが、うん、カニも無料で差し上げると言っていた昆布すら届けませんでした。えー、本当にびっくりした体験でした。なうね、はこういうのあんだね。ねえ。 いろいろ詐欺もね、手が込んで。気をつけないと、本当にね。おやさん、カニカニ詐欺には引っかかってないですかいや、わかんないですね。もう、そら、カニカニ詐欺なんて、うちの親父は。すぐ引っかかりそうな引っかかりそうですよね。いや、まあ、聞いてはな、報告はされてるんですけど。正月は。正月は、あの、うち来ましたけどね。もう、その、ただ大晦日に明けましておめでとうって電話かってきたぐらい、もうちょっとボケちゃってるんで。で、うち、まあ、あの、親戚もいっぱい来て、ただ、 よく食う。まだずーっと食べてる。もうね、大人の男がお腹いっぱいになるぐらいのものをずーっと食べてる。<だ>デザートから何から全部同じように食う。忘れちゃうのかね食べたのいやいや、それはね、それ前から。はあ、とにかく俺だ、俺もそこは似てんね、はあ、とにかく、でも全然太ってないからね、うちの親父は。 どうしてんだろうな分かっんだよ超代謝が激しい詐欺 <laughs> 詐欺ですえ詐欺じゃない詐欺,詐欺じゃないほ食べ食べ詐欺 <laughs> ラジオネームメスラクダもしくはマンゴーのタレうん <laughs> <laughs> 太田さんすり鉢でミミズをもうやめたやめたゴリゴリ潰してご飯にかけて食べる人 <laughs> すり鉢でミミズをゴリ,ゴリゴリ潰してご飯にかけて食べる最最悪最悪,最悪,最悪こんばんはメスラクダもしくはマンゴーの種大学院生かっこ男ですいいいろいろ言い過ぎい先日は顕微鏡で先生の生死を見たの話を読んでいただき、うん、あ,ありがとうございましたリスナー歴約5年にしてうん 初投稿。うん、正月ということもあり、ベロベロで帰宅した深夜にポッドキャストを聞いて自分のハガキが読まれたのを知りました。うん、はいはいはい。少年マガジンの今日のジョーの頃から爆笑問題さ <laughs> 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 懐かしい。恋口さんお喜びですよ。ね、懐かしい。やってました。恋口さん担当でやってましたよ。ね、今日のジョー,、えー。完全に酔いも覚め、うん、その日は興奮して眠れませんでした。うん さて、今回は大学で自身の研究に関わるはびっくりした投稿をさせていただきたく思います。うん、僕は考古学の研究をしているのですが、うん、フィールド調査のためにしばしば海外へ出かけます。はあ、すごいね。頭いいんだよ。ね、大学院生だからね。うん、あれは2006年春に、中東のとある砂漠の国に行った時のことです。すごいな、インディジョンズだな。うん、砂漠というと、 一年中ずっと灼熱地獄というイメージを持つ人が多いかもしれません,ん実は砂漠にも季節があり、うん、春は風も強くて凍えるほどの寒さです。砂漠は温度差がすごいっつうからね、夜なと思う。ね現地での調査は 4WD の車に機材を積み込み、地元の遊牧民を何人か、 作業員として雇って行います。うん、その年は宿舎のある町から2時間ほど車を飛ばして砂漠を走ったところで遺跡調査を行いました。うん、その遺跡は小高い丘の上にあり、うん、アラビア語ができるよりも前の時代に、うん、アラビア語ができるよりも前の時代に、人々がレンガぐらいの大きさの石に碑文を刻み、うん それらを1メートルほどの高さに積み上げて作った塚のようなものでした。はあ、なんだろうか<ー>。え <laughs> すごいね。えー、ピラミッドとかより前ってことかな、ね、どうなんだろう。僕たちはその塚の測量をし図面を描いて、碑文の刻まれた石を一つ一つ回収するという仕事をしていました。うんうん、どんな仕事なんだよ。なんでそれ日本人がやってんのかもわかんないぐらいだよね。 吉村作事みたいな。<ー>僕が石の回収作業をしていると、わあびっくり。一緒に作業をしていた遊牧民のおっさんに、うん、突然思い切り突き飛ばされました。えなんでえん <laughs> 地面に、突っ伏す僕、ああ吹っ飛ぶ僕、ああいきなり何すんだと、ああ腹を立てて尋ねると、またまたわあびっくり。ああおっさんは、こ、こ,こ というのです。へえそうです。春の冷たい風から身を守るために、ああ石塚の中に、コブラが潜んでいた。うわ、もうほんとインディ・ジョーンズみたいな。<laughs> <laughs> すげえよ、それ。おっさん曰く石を取り上げようと伸ばした僕の手のすぐ脇にコブラの頭が見えて、はあ慌てて僕を突き飛ばした。すごい。 というのです。うん、その後、長い鉄の棒を使って数人がかりでコブラを殺し、うん、危険は取り除かれました。死んだコブラを見せてもらうと、体長が70センチくらいある巨大なものでした。コブラの毒というのは非常に強力で、<ー>噛まれたら15分と持たずに、人間は死んでしまうそうです。は 血清のある病院までは、車で2時間かかる砂漠の中、うん、あの時もし噛まれていたら、いやいやいや、そのまま死を待つのか、あるいは毒が回る前に、噛まれた腕をその場で切り落とすか、という選択をしなければならなかったそうです。 うーわ、もう。腕を切ると言っても、当然麻酔もなければ道具だって発掘に使う、つるはしやスコップしかありません。そりゃそうだよ。考えただけでゾッとした経験でした。いや、ちょっとかさ、すごいな、そんなとこ行く僕がこうやって爆笑問題さんのカーボーイに投稿ができるのも、うんうん、あの時の遊牧民のおっさんのおかげなんだと。いや、まあそらほんとに思います。 ちなみに僕の命の恩人ともいえるそのおっさんは、うん、調査隊のお金をちょろまかそうとしたのがバカ <laughs> 数日後にクビになりました <laughs> ダメなやつ <laughs> いいやつなんだかなんだかせこいんだかまた海外でのびっくり話がありましたら投稿させていただきますいやすごい経験だよま,まずそのコブラのくだりなくたってすごい経験じゃんね <laughs> ねえ,ねえ 大冒険だよねすごいいやでもさそう考えたらそのコブラがさいてもおかしくないようなとこに行くのは血清を持っていかなきゃダメだよねそうだねはあ病院とかなんてそんな15分だったらさもう絶対ダメだよねまた腕を切り落とすいやもう絶対ありえないそんなもん怖いどっち選ぶえー、いやちょっと勇気ないねその腕をそえ死ぬんだよでもいやだけどそのスコップとかでだよ 腕をさあ切って,くってお願いしますみたいなことでしょ。はあ、だってそれだって死んじゃうんだよ。まあね。急がないと。まあ、もう躊躇してるあれもないからね、時間も。うん、15分だ、うん。ね、なんか奇跡を願って行くあ<ー>んだ一番ダメなわあ <laughs> <laughs> きなた。